ここは慈愛堂病院。毎日のようにこの救急センターには急患が慌ただしく運ばれてくる。ある激しい雨の日、自殺を図った一人の少女がこの病院に収容された。そしてこの青年医師が彼女の担当医になった。まさかこの偶然が彼女と彼の運命を大きく揺さぶることになるとは、この時誰も気づかなかった。おっと、開始の時間だ。行くか。Thank you.
Thank you.
Wow!